ですね、超有名なあのチーズケーキ屋さんの新作がゲットできましたので食べていこうと思います。イエーイ。皆さんね、知ってますか？ミスターチーズケーキね、めちゃめちゃなんか手に入らなくて、もう予約殺到でね、なかなかこうゲットできないという噂のあのチーズケーキなんですけど、そこでですね、新しい新作の味が出たということでいただきまして、はい、ちょっと食べていきますけど、今回はじゃあマロンです。マロン、栗ですね。あ、やっぱ食欲の秋ということで、私ね栗大好きなんですよ。なんでちょっと今回食べていきますけど、一応でなんかこうやり方がありまして、美味しいチーズケーキの美味しい食べ方として、冷凍した状態、冷凍庫から出したてのアイスケーキのような冷たい味わい、酸味が引き立ちますっていう食べ方、そしてもう一つ、二つ目が半解凍状態、室温で1から 1.5 時間解凍させたもので、中心に残る冷凍の食感と外側の滑らかなコントラスト、シェフおすすめの食べ方ですっていうこちらで、もう一つ全解凍という、まるでブリュレのような滑らかさ、スプーンですくって食べてみてください。甘みと香りを一番感じる温度ですっていう、このね3つの食べ方がありまして、今回はどれぐらいだろう、2、3時間くらい経ってるかもしれない意外と、だからもう全解凍ぐらいしてる可能性はあります。これをちょっとまあ切り分けていきたいと思います。はい、オープン。じゃじゃじゃん。わあ、すごい。いい匂い。あ、マロンのいい匂いがしますね。こんぐらい？どうだ？おお、スッと入りますね。やっぱ解凍してるから。もう以上。おい。はあ、すごい。どうしよう。ちょっと、で、あ、やばい、ちょっと柔らかいですね。こんな感じですね。はい、こんな感じ。これがマロンのチーズケーキです。いい匂い。先ほど入れていました、先ほど入れていました、紅茶の方ですね。で、このね紅茶の中に、私はねいつも蜂蜜を入れます。トップバリュー、でかいやつで、今回はですねダージリンティーになります。いただきます。あ、熱いです。じゃあとりあえず食べましょう。いただきます。お味の方はどうでしょうか。うん、すごいサクッとしてます。いただきます。うん、おいしい。濃厚、めっちゃおいしい。濃厚モンブランって感じ。うん、チーズケーキだから違うんだけどマロンなだけなんですけど、甘さもね、上品な甘さです。この美味しさがね、期間限定っていうんだから、本当それはね争奪戦になりますよね。栗の王様である銀寄せと相性のいいつくばの2種類をメインにした和栗とフランス産の洋栗両方を使うことで、香りと
味わい両方の奥深さを表現し、ここにバニラや焙煎紅茶を組み合わせることで濃厚でこっくりとした味わいに仕上げた秋らしいフレーバーです。なるほど、だからこんなにも深みの出る栗だけじゃない感がすごいんですね。限界と正解ですね。めちゃめちゃ滑らかで口当たりがすごく良くてね、うん、甘さも本当に上品で、私はこれすごい好み。おいしい。このミスチーっていう言われてるんですけど、ミスターチーズケーキってミスチーは販売してるのが毎週日曜とか月曜とかなんか限られてるんですよね。そう、日曜日と月曜日の午前10時に販売開始されて、でなくなり次第終了みたいな感じなんですよ。そうで、毎月っていうか季節ごとにいろんなフレーバーがその出ていて、今回マロンですけど、なんか過去にもねいろんな商品があったんですよね。ミスターチーズケーキ桜いちごミルク、これは4月とかに、なんか春の季節にあれですね、か夏とかだとマンゴーとパッションフルーツを使った真夏のフレーバー限定フレーバー、あとはこれねバレンタイン限定フレーバーのキャラメルチョコレートですね、とヘーゼルナッツのやつとか、あとはあこれもバレンタイン限定でカカオラズベリー、黒カカオラズベリー、すごい美味しそう、なんかチョコレート系美味しそうですね。カカオ、あ抹茶もいいね、抹茶ね。そしてライチミルクストロベリーとか、で今回はこのマロンが季節限定のフレーバーになってるわけですね。お、そして7月とか夏に、去年の夏ですねこれ、柑橘系のやつが出てて、それがねティラミレモン、レモンフレーバーあったー、すごい知らなかった。あでもティラミレモンはシークワーサーらしいです。レモンではないのか、レモンのやつってあんのかな、未だないんですかね。じゃあ今度ねレモンコラボぜひお願いします。ミスチーとフレッシュレモンコラボどうですか。ありそうなのに、ありそうでない。なんかチーズケーキって基本的になんかレモン汁使ってるイメージすごいあって、だからレモンはめちゃめちゃ合うはずなんですよ。これただの私の本当にアフタヌーンティーをご覧いただいてるって感じですね。で今度ちょっとソファーを買いますんで、なんか一回買ってたじゃない、持ってたじゃないですか、でも捨てちゃったんですよ、お尻が痛くて。でもヨギボーにしてるんですけど、ヨギボーだと長時間撮影とかしてると沈んでいくんですよ。そうだからちょっと、あとまあこういうの置きづらいとかもあるしね、なんかまあ撮影用になんかソファーしっかりとしたものなんかね買ったらいいかなと思って。ごちそうさまでした。美味しかった、満足ですね。ということで今回は、ミスターチーズケーキ噂のチーズケーキ屋さんの新作をいただきました。皆さんもしね美味しそうだなとか食べたよとかもしあればコメント欄にぜひ書いてください。あとはなんかおすすめのみおりんにおすすめの辛いもの甘いもの何でもいいので、もしあれば教えてください。私まだまだね全然グルメじゃないんで、もう好きなものとことん好きになって、もうそればっか食べる人なんで、もしよければね視野を広げたいので皆さんのおすすめを教えてほしいです。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。